い、こんにちは、スプレーアーティストの梅ちゃんです。ということで今日はね、なんとなんと有名なスプレーアーティストさんのところにね、遊びに来てます。はい、行きます。今日のゲストはてててて、イエーイ、サトシです。スプレーアートサトシさん、いやもうね、本当にね、もう8年ぐらい知り合い。そうだよね。いや、もえもっとぐらい、でも長いですよね。長い長い、もう結構長い付き合いで、うん、なんとなんと、うちのトトロ、アマちゃん、アマちゃんです。いいね、いいね。あ、いいよ、いいよ。アマちゃん、こっち向いて。あ、セクシーだね。ちょっと、いいね、いいね、いいね。ちょっと上向いてみようか。あ、いいよ、いいよ、いいよ、そのアングル。あ、そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうこと。あ、いいね、いいね。あ、その角度、その角度。デブちゃん、デブちゃん、オスでしょ。オス、オス、オス。何やりますか。何やろうか。ちょ、面白いことやりたいから、うん、いい？いいよ。1工程ずつ描いていこう。コラボで梅ちゃんとコラボの絵を描くんだけど、はいはい、1工程ずつ交代しながら描いていこう。例えば自分がスプレー吹いたら次も梅ちゃん、あの吹いたら俺、俺で梅ちゃんが何かをしたら次は俺、何が出来上がるか分からんけど、おうおうおう、描いていこう。オッケーオッケーオッケー。何書くかドキドキするけどね。1工程だからもう2人とも何ができるかわからない。わかりません。あー、面白い面白い。その次に梅ちゃんが何をするかもわかりません。いや、俺も1割するかもしれない。 F8 を使います、今回。 F8 キャンバス。じゃあとりあえず、じゃあ書いていきますか。そうね、梅ちゃんチャンネルやから、梅ちゃんからで、梅ちゃんから梅ちゃんからでいきましょう。で、これも触ったやつしか使っちゃいけないでしょ。そうそう、1回目黄色って言ったけど黄色じゃない可能性もある。それを使わないといけない。それも触ったやつを、触ったやつを使っていきましょう。男だったら一回触ったらそれいけみたいな、うん、黄色行きたいけど、これ黄色ないぞこれ。これ黄色ないぞこれ。まあ、行きますか。これ黄色だな、黄色、これ多分黄色。あ、違う違う、これ黄色じゃない。うわ、梅ちゃんがやらかした。あー、やばい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 。黒いった、黒。黒いった。なんか微笑んでるんだけど、こいつ。これ、ここからどう持っていく？これいつもね、黄色のね、紫。紫？スパイスちょっと濃いよ。はい、オッケーオッケーオッケー。梅ちゃん、やったら分かってくれるでしょ。あ、これだこれだ。少な、はい、少ない。オッケー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 。いいね、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 いいね。もう、もう、お兄ちゃん分かるでしょ。ちょっと、全然分かんないけど。すごい。ちょうどいい。オッケー。さあ。まさか1工程が素手でくるとは。お兄ちゃん分かったね。はい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 、みんな多分分かってると思う。みんな気づいてくれてると思う。はい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 、絶対違うのも。オッケー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 。あー、でもまたニコちゃんマーク、またニコちゃんマーク来てる。これちょっとアートって人がね、ニコニコさせるもんだと思うんですよ。やっぱ家に飾るもんだし、家に置いてもらうもんじゃないですか。残しとこう。このまま行く。おおニコニコしてる。めちゃめちゃ楽しい。同じ色じゃん。いや、マジこれどうなんの。まさかの逆にしてきた。何やんの。宇宙にしちゃうの。やばいやばい。さあ、これはこれは佐藤選手逃げに入ったんでしょうか。これは梅ちゃんがどうするかね。かかっ、きれい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 。うん、
ステンシルか、ここでステンシルか。ステンシルを出すよ。ああ、はい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 。やばい、俺やろうとしてたこと潰された。おお、いいんじゃないですか。ふめちゃんがね、やろうとしてるのはもうさっきの工程で分かったんだよ。分かったから。でも俺はちょっとこれ意地悪ですけど。まだまだ。あーあー。まあでもキレ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 。プロのスプレーアーティスト2人が1枚の絵を交互に描いていくとこんな絵になりました。はい、こんな絵になって、なんか感想とかあります？まあ楽しかったね。やっぱそう、梅ちゃんの技法プラス技法というか、何なんだろう、梅ちゃんの性格が分かった。俺の性格、いい性格、いい性格、いい性格する。優しいところも見えたし、優しいところ見えたし、ちょっと意地悪いとこと、意地悪いとこと、天然なとこ同じの何回も持つし、今までにない。ちょっとまたしようこれ。うん、うん、これ面白い。ね、時間あげてちょっと。いや今度はなんか2人で、ちょっとなんだろう、真面目に。真面目に。これなんか結構いじめあったじゃないですか。構図もね、お互い分からんからね、これね。何を描くかも。か最終的に左右反転どこで持ってみたいな。多分今後こういう作品は描かないと思うので。描かない。これは描けない。レアだと思う。はい、じゃあということで、スプレーアーとサトシさんでした。佐藤さんもね、TikTok とかね、TikTok と YouTube やってます。お願いします。はい、ということで楽しんでまたチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。アディオスアミーゴス、バイバイ。